私たちは少子高齢化と人口減少に着目しました。広告会社などで立山町に注目を集めることやイベント情報などを発信するアプリケーションの開発が挙げられました。2つ目は環境整備についてです。観光地周辺などの施設整備や観光スポットの制作が挙げられました。情報伝達を活性化させるために立山町のイベント情報などを発信するスマホ慣れをしている若者だけでなく高齢者の方でも簡単に使用できるようなアプリケーションの開発や公共交通機関の利用を増やすためイベントに参加するターゲットを狙って企画を制作することが挙げられました。このような活動が立山町の魅力発信につながりより良い観光業に発展すると考えました。第3の社会学会は富山高等学校の魅力向上です。商業施設や飲食店など学生が魅力的な店を作ることで、具体的に言うとマクドナルドやスターバックスやカラオケなど学生が好む場所を富山高校周辺に作れば中学生が魅力的に見えて倍率などが上がると思いました。富山高校には普通科と生活文化科の2種類しかないためもっとあってもいいのではないかと思います。そこで商業科系、経営経済商学系などを作りそこから発展した観光科などを作れば立山町ならではの学科になるのではないかなと思いました。地鉄立山線の利用者数の減少とふるさと納税寄付受け入れ額が47都道府県で最下位というところです。で、あと立山町産の特産品の認知度が低いというところを集中して課題をつけました。具体的にどうするかというとまず観光列車を作りその観光列車の中に特産品を扱うレストランを作ります。さらにその観光列車の利用券をふるさと納税で売ることで観光列車の知名度を上げ有名にします。そこでふるさと納税で立山町の特産品などを知ってもらうことで認知度を上げ特産品の売り上げなどを上げることができるのだと思います。取り上げた社会課題は稼ぐ地域づくりプロジェクトです。立てぽカードを若い世代は知らないということと運動不足による生活習慣病のリスクのある高齢者が立山町内に多いということ、まずはスポーツ施設の経営で補助金制度の実施をして立てぽカードを広めるために使えるところを増やします。若い世代から高齢者の方まで多くの世代に向けたイベントを開催します。あと販売できない食材を使った料理を食べられるブースを作り、活用できていない食材を活用します。私が取り上げた立山町の社会課題は心身や学習等の支援を要する児童生徒の対応です。複雑な事情で学校に登校できない生徒や教室に入れず保健室で過ごす児童が増加していることです。立山町には広大な土地を利用した公園が多くあり、一部公園にはビオトープがあるため、自然に触れながら体力づくりをするのに最適だと思います。他にも白岩砂防園庭に訪れたり、富山神社に行ってみたいなど、座学だけではなく、実際に見て触れるという行為に、生徒自身が楽しみを見出して、前向きに学校に行くことができるよう工夫することも、社会課題の解決につながり、現在頑張っている児童もより学校に行きたいと思えると思います。私が取り上げた社会課題は子育て支援です。まず、私は将来、美容に関する自分のお店を持ちたいというふうに考えていて、育児をする人たちは自分の時間をなくして育児に時間をかけているっていうイメージがあったので、その人たちに美容を届けたいって思ってこの課題を立てました。例えば、おもちゃがある部屋だったり、昼寝ができる部屋を作って、子供が一緒に来ても楽しめるお店を作りたいというふうに思いました。一つ目は、子供が好きな人や将来保育士を目指している人を雇って、子
子どもの相手をしてもらうことです。将来保育士になる人たちの人材育成にもつなげることができると思いました。廃校等の地域資源活用事業という社会課題を取り上げました。現在立山町では少子高齢化が進んでいて廃校する学校が増加しています。実際私の母校も数年前に廃校しました。廃校し一時食堂と宿泊の場として利用されていましたが今では利用されておらず静かな地域となっています。学校には学ぶものしかないので基本に戻して教室を学習の場として、体育館とグラウンドを運動の場として誰でも利用でき、いつでも学生時代に戻れるような空間にするといいと思います。そうすることで運動能力向上、学力向上、つながりの場になって町も活性化されると思います。私が取り上げた社会課題は子育て支援と子育て家族の福祉です。現在では女性も積極的に社会と関わるようになったことで共働き世代が増加傾向にあります。それに伴い子育て支援のニーズの多様化や育児に悩みを持ったり孤独感や不安を感じるなど親の負担が増えています。仕事をしなければならないが経済的に厳しく子どもを預けられないという保護者が安心して働けるように訪問育児サポーターや育児ヘルプ家庭訪問にも取り組みたいと考えています。少しこの学校とこの周りをですね盛り上げるのにですねちょっと手伝ってくれませんか。やっぱり面白いことやりましょうよ。ああ、そっか、イベントで建物が使えるようにすればいいんだなと今日思いました。ああ、なるほどと。いろんなイベントをこれから考えていこうと思ってますので、今度2年生の方々と一緒になってですね、いろいろ考えていきたいな、イベントをやっていきたいなと思いました。